こな。おおお、なんとなんとなんと、じゃじゃーん、アンキパンを作っていきたいと思います。ヘイヘイヘイ、ドドーン、皆さんこんにちは。管理栄養士の星見だよ。今日は頭が良くなるアンキパンを2種類作っていきます。一つ目はお魚を使ったサバのアンキパンと、二つ目は甘くて癒されちゃう小腹なアンキパンです。でもな、僕頭悪いからアンキパンにいい食材ってわかんないな。あ、そうだ、困った時は干し芋に。エモンが頭にいい食材について教えるわね。一つ前に紹介するのが3番よ。サバなどの青魚に含まれている EPA、DHA などの脂肪酸は頭の神経伝達のスピードを猛スピードにしてくれるの。この脂肪酸はね、脳の3分の2を構成しているの。とっても大切だから青魚も食べてな。うん、二つ目がバナナン、バナナン、バナナよ。効率よく脳を働かせるのと記憶力を高めるのに必要なのが糖質とビタミン B1 なの。その両方がバナナにはバランスよく含まれているのでおすすめしたいわ。チョコを食べるとね、脳の海馬にある BDNF と呼ばれる神経細胞が活発になるので記憶力や学習効果がアップするのよ。おすすめは勉強開始の1時間前から15分前に食べると効果的よ。取りすぎ注意。それじゃあ勉強頑張ってね。バイ。ご注文ありがとう。それではレッツスタート。最初にお魚アンキパンから作っていきます。まずパンにバターを塗ってトースターでこんがり綺麗な焼き色がつくまで焼いていきます。次にお野菜を乗せていきます。メインのサバさんもほぐしながらたっぷり乗せていきますよ。エネルギー代謝をアップしてくれる玉ねぎも入れます。ごまもいいんですよね。ごま油とろーり。マヨネーズもなみなみなみ。お醤油もちょちょっと加えるよ。トマトさんも添えて、もう一枚をサンドさせてオーブントースターで綺麗な焼き色がつくまで焼いていきますよ。あらー、簡単、出来上がりました。次はチョコバナナアンキパンを作りますよ。まず電子レンジで簡単カスタードクリームを作っていきます。卵を1個コンコン割って、お砂糖大さじ3入れてぐるぐるかき混ぜていきます。次に薄力粉を入れたら泡立て器でぐるぐる混ぜていくよ。牛乳も入れてまたぐるぐる。はい、よく混ざってきたら電子レンジでチンしていきます。混ぜ混ぜチンを3回繰り返します。はい、チーン、熱いから気をつけてね。混ぜ混ぜして、まだ固まらないね。はい、2回目、混ぜ混ぜ混ぜ。はい、3回目のチンだよ。固まるかな、ワク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 。はい、チーン、あちちちちち、すごいすごいすごい、もったりしてきたよ。卵さんの3つの性格、乳化性、気泡性、熱凝固性の熱凝固性を使ったよ。卵さんってすごいな。わお、プルプル、美味しそう。卵に
多く含まれているレシチンは集中力や記憶力も高めてくれるよ。ムチキリネイヌで一口。うーん、お次はバナナちゃんを3等分に切りますよ。ヘイヘイヘイ、バターを塗ってこんがり焼けたトーストに先ほどのカスタードクリームをたっぷり乗せていくよ。バナナも乗せて、カカオ多めのチョコを乗せて、天然のブレインサプリメントナッツを砕いて乗せていきますよ。あとはかぶせてトースターでこんがりいい焼き色がつくまで焼けばっかり。はいはい、できましたよ。しみしみ、見てみてください。あ、テイク2。はい、待ちきれないので食べていきます。いただきます。どれどれどれ。止まりません。うん、うん、チョコバナナ。皆さんよ。